エリマキキツネザル属は、霊長目キツネザル科に含まれる属。マダガスカル北東部体長50から55センチメートル。オナガ60から65センチメートル。体重3から4.5キログラム。キツネザル科内では大型。頸部周辺の体毛が伸長する。糞は突出する。属名、ビリシャは、生息地での故障を省略した、バリマイナス科。 白栗エリマキキツネザルの種称名、ベルリガータと同義でいろいろなの意が由来と考えられている。以前はエリマキキツネザル V ベルリガータのみで本属を構成していた。2001年にエリマキキツネザルの亜種を独立種とし、本属を2種で構成する説が提唱された。以下の分類、英名はアイミ、小山、クローブス、和名はアイミ。 小山に従う2から5頭の群れを形成して生活するが地域変異もありまれに行動権を共有したペアからなる16頭までの群れを形成することもある。中高生だが白名白母性傾向も強い。花の蜜、果実、種子、花などを食べる。旅人の木の蜜を好み分布が重複することから10個者として共振化したとする説もある。5から7月に交尾を行い、 妊娠期間は90から102日。この葉や枝、鶴などを組み合わせた巣を作り、2頭の幼獣を産む。出産後に母親は幼獣を巣に置いたまま活動し、生後1から2週間になると幼獣を加えて移動するようになるが採食中は樹上に幼獣を放置する。3分の2の幼獣は生後3ヶ月以内に滑落などにより死亡してしまう。生息地ではバリコーンでな、 バラカンドラ、バリジェネラなどと呼称される。生息地の破壊、食用やペット用の乱獲により、生息数は減少している。ありがとうございます。